久保さん、タイトル、批判にしましょうか <laughs>。批判 <laughs>。いやね、まあ久保さんの言うとおり、あの、2種類の人間しかいないんですよ、この世は。だまあまあ、あの、僕が高校時代の時に3種類の人間がいるってあの教わったんですけど、あの、言われ、言われてもできない人間と、言われたらできる人間と、言われなくてもできる人間。お前らは言われなくてもできる人間にならんとあかんぞと。世の中には3種類いると。 言われてもできない人間、言われたらできる人間、言われなくてもできる人間、この3種類がいると。じゃあ、情報を受け取ったとき、人の話を聞いたときに、ふざけんな、バカ野郎っていう1種類の人間、あ、俺もそこに目指してみたいな、という人間、まあ、2種類ですね。で、もう1ついるとするならば、何も無関心、何も行動しないっていうね、ただ生きている、ただぼーっと生きているって感じですかね。うん。 だからまあ、うん、まあちょっとね、ブログでも少し書いたんですけど、人って比較してやっぱ生きてるわけですよ。だ僕も、あの、小さい頃、貧乏で、まあずっと軽自動車で、で、あと、おもちゃもね、買ってもらえなかったので、まあ友達がね、おもちゃ買って、まあ当時僕ミニ四駆好きでミニ四駆やってたんですけど、新しいミニ四駆が出ても買えないんですよね。で、 まあお、母ちゃんとか父ちゃんに言っても、まあ、ダメ、打ち金ないからって言われるのがオチなので、言えなくなって、で、まあ、子どもの時に、その、他人と比較するとしんどいなっていうところで、比較するのをやめた時があるんですよ。だけど、まあ、最終的に僕がその子どもの時に何したのかっていうと、まあ、そうは言っても、やっぱ我慢できないんですよね。ムカつくし。なんでうちは、 おももちゃ買って僕はねその土井君、ん土井くっていうねこのミニ四駆をね盗んだわけです盗,盗みましたよそうでバレてで親と一緒に土下座して謝りに行って大泣きですね <laughs> とかまあそういうのはありますねだからなんだろうなあー我慢することも必要だけど お金を稼ぐっていうことは別に、まあそのね、ちっちゃい頃はお金を稼ぐっていうのはできないわけじゃないですか。でも大人になったらお金を稼ぐって自由じゃないですか。だから僕ね、本当に大人に早くなりたいなと思ってたんですけど、子供の時って、まあ無理、小学校の時働くとか無理じゃないですか。なんかコンビニでバイトするとか。大人になったら別に自由じゃないですか。職業の自由とか、別に起業するのも自由だし。 だからお金って別に稼ごうと思えば自由に稼げると思うんですよね。ただし、久保さんが言う通り、まあそういうのを見たときにどう捉えるかですよね。批判すんのか、あの、こ、うん、いつむかつくなっていうのか。いやいや、大人になったんだから、稼ぎたいんだったら稼,ご稼ぐことはできるよと。ね、自由あるわけじゃないですか。職業の転職も自由じゃないですか。どこに就職するのも自由ですよ。でも子供のときはさすがにそれはできないので、 ね、小2とか小3とか小2の時の事件だと思うんですけどやっぱできないですよまあ新聞配達っていうのはもうな何歳からできるんですかね分かんないですけどうんんか今大人,大人は自由なんでその自由を使えばいいと思うんですよね僕はうん何も行動せずに人の揚げ足を取る批判するそれで自分の人生ゆ豊かになるのかっていう話で。 うんやろうと思えばできるんですよでもそれやってないだけであってじゃあどれぐらいやったらいいんですか知らねえよっていううん少なくても僕が知ってることがあるとするならば自分の自己実現の、まあ、人それぞれ稼ぎたい金額だったりとか目標金額って違うと思うんでそこに到達するまで続ける圧倒的にそれがもう唯一の方法ですから。 どれれぐらいやればいいやばですかあなたが自己実現したいぐらい稼げばいいんじゃないですかみたいなそこまで頑張ればいいんじゃないですかっていういやそれはしんどいですみたいなね <laughs> でもはっきり言って久保さんと僕はそれをやってきたので、うん、やってきた人にそれを聞くのかみたいなね <laughs> や今も現行でやってるし別にやってるしねうんてかそれが 人と違う人生を送る唯一の方法だと思うんですね。イチロー選手も、うーん、メジャーリーガーであんだけ活躍するまでにどれだけの努力してきたのか計り知れないですよ、多分。それをね、何の努力もせず、ね、メジャーリーガーで年俸何億円欲しいですってバカかと。<laughs> だからなんか教えてイチロー先生みたいなね、 あのー、証券会社だったかな教えてイチロー先生みたいな YouTube が公開されてるんですけどなんかその子供がその寿司屋になりたいとでそのイチローせ先生みたいな寿司屋になったらどうのこうのみたいな質問をしてイチロー選手は言うわけですよ、まあ、好きで始めるのは別に悪くないけどプロになるっていうことはあの嫌いなこともあるだろうし嫌なこともあるだろうし好きで始めて嫌いになってしまう場合もあるしプロの世界っていうのはそんな甘くないよと少なくても 僕はあのプロになって野球が本当に楽しいっていうステージで野球はできなかったみたいな話をしてて深いですよね。<laughs> そんなでも最初多分好きで始めたとえ、好きだったのかもしれないですよ。小学校の時とかは。でもプロになるっていうことは好きだけじゃ無理だと。まあそれがもう本当に事実だなと思いますね。その言葉に、まあ、全てが集約されてるんじゃないかなと思いますね。 うん、年俸ね一郎先生年俸何十億じゃないですか確か分かんないですけどうんだからそこのあとプレッシャーとかねいろいろあっただろうし、うん、だそういうのを背負ってやってるわけですようんだからまあうんまあ最低限ね まあ月収100万っていうのは、一郎選手ほどの責任もないし、プレッシャーもないだろうし、努力も必要ないわけですよ。それすらやらないわけですよ。だそれは、うん、僕からすると、僕と久保さんからすると、まあ、本当にちゃんちゃら甘いなっていうのはすごく感じますよね、いつも。うん。はい。いってらっしゃい。